キヌガサタケ、キヌガサタケ、キヌガサタケ、ファルスインデュージータスベンツは、スッポンタケモクスッポンタケかスッポンタケ属に属する、キノコの一種である。古実体ははじめは、鶏卵のような球体として地上に出現し、その鶏後から8センチメートル程度、外面は、やや厚くて、白色の殻側外像で覆われ、手触りには、弾力があり、底部に太い紐状、根状の、 ねじょう金下場を備えるとが多い。白い外皮の内部には、高褐色、半透明で、ゼラチン状の厚い殻側中層が発達し、さらにその内部に、薄くて、丈夫な膜質の殻皮内層に包まれた、基本体が形成される。基本体は、耐火力色を呈し、拡大強化では無数の迷路上の空撃を有し、その内面に、短式が発達する。基本体は薄くて、 釣り金状を呈する傘の表面を覆い、さらに傘に包み込まれるようにして基本体を高く持ち上げる宅が発達している。十分に成熟すると、球状の蕾の先端が大きく裂けて開き、基本体を乗せた傘の先端が現れ、さらに宅が速やかに伸長する。宅の先端部は傘の頂端にある円盤状の開口部に突出している。宅の伸びが 限界に達したところで、傘の下端とタクの基部付近を繋いでいた、カラヒナイ層が切れ、それに引き出されるようにして、傘の内面に折りたたまれていた、金毛、インデュージームと呼ばれるレース状の付属機関が、伸び始める。金毛が十分に伸長し終わると、基本体は、自己消化し始め、最終的には胞子を含んだ粘液となって、傘の表面を覆う。粘液化した胞子界は、 帯オ,オリーブ褐色を呈し一種の悪臭がある。降雨などによって粘液化した基本体が洗い流されてしまうと、多数の網目状のくぼみを備えた傘の地肌が露出する。なお、幼い小実体を包んでいた殻側は成熟した小実体の宅の基部を包む袋状の壺となって残る。十分に成熟した小実体では全体の高さ、 金毛の裾の直径ともに30センチメートルに達する。胞子は、顕微強化では長大型で、ほぼ無色。表面は平滑で、大きさ3.0から4.5、1.5から2.0マイクロメートルである。梅雨時期及び秋に、特に竹林を好んで発生することで知られるが、稀に紅葉樹の林内にも発生する。小実体の基部から伸びる、根状金下束は、 しばしば枯れた竹の缶や、ボロボロに普及した紅葉の材片などにつながっており、不正菌であるのは確かである。他の不正菌によって、気質がある、程度分解された後に侵入する二次的、不正菌である、可能性がある。多くのキノコと異なり、本種の胞子の分散は風によらず、昆虫や陸生貝類などの小動物によるところが大きいと、され、 胞子を含む粘液が放つ異臭は、それらの小動物を引き寄せるべく進化した結果あると考えられている。日本では、縦波長ムシナメクジなどが、キヌガサタケの胞子会を舐めたり、タクや金茂をかじったりすることが知られている。また、キヌガサタケの胞子会そのものに直接に触れることは、稀であるにもかかわらず、症状ばえでは一匹あたり三万五千から十四万個。 エバエの類では同じく百七十万個の胞子が胃の内容物として検出された例がある。当然ながら、幸運による胞子分散もあり得る。日本、全土、中国、北米、オーストラリアなどに分布するとされているが、禁煙種との混同がしばしば生じていることから、分布域はやや曖昧である。食用としての利用が盛んなことから、中国での分布はほぼ確実であり、 日本でも地区類が分布している地域には定着して分布しているものと考えられる。埼玉県、三重県においては、本種はレッドデータリストに収録され、純絶滅危惧種としてランク付けられている。また、愛媛県においては絶滅危惧二類、千葉県では保護を要する生物、栃木県では要注目種としてレッドデータリストに加えられている。 1798年、フランスの金学者ベンテナによって、スッポン竹族の新種として記載された。その後、1809年、著しく発達して、目を引く、金毛の存在によって、スッポン家族と区別され、同じく、フランス人のによって独立した木のタ竹族に移され、陸体ファー・インズ・シアタの学名が長らく当てられてきた。しかし最近では、 金毛を形成するかどうかは二次的な相違であり、分類学的に属を区別するほどの重要形質ではないという意見があり、再びスっポンタケ属に移されている。赤玉キヌガサタケは、幼い小実体全体を包む唐川外装が大化、暗赤色暗赤紫色を呈し、金毛の網目がより粗雑なものであるが、少なくとも、日本では、長らく真のキヌガサタケと混同されていた。一方、 マクキヌガサタケは金毛がより短く貧弱で竹林よりも林内地上を好み、真のキヌガサタケが少ない信用樹林などでも見出される。日本での分布は確認されていないが外観がよく似たものとしてはファルスメディリネスが記載されており、傘の表面に発達するくぼみが真のキヌガサタケに比べて発達せず、不明瞭なシワ状をなすことで区別されている。 キヌガサタケに似て、カサノ肌、金ダ、柄などが様々な色を帯びる種類もいくつか存在しており、日本では薄きキ,キヌガサタケがよく知られている。子実体の身長が非常に早いことで有名で、つぼみの長短が劣化し始めてからタクが伸び、さらに金ンが展開するまでには数時間程度しかかからない。そのため、教育用動画の題材として用いられることがある。 キヌガサタケの仲間の成長の動画。タクの身長速度は1分間に1から4ミリメートル。キンモウの身長速度は同じく1から3ミリメートルに及ぶ。タクの身長は、その前兆にわたって均一に進むのではなく、はじめは、タクの中ほどで活発な身長が起こり、次第にタクの髪型及び下方での伸びが大きくなるとされている。さらに、タクの身長には、中休みがあり、 一旦身長が鈍った時点で、筋毛の身長が開始されるという。ただし、これは、形態形成が幼い卵状の小実体の内部で、すでに完了し、それが順次に展開するものであるから、厳密な意味で成長と、同一視していいかどうかは議論の余地がある。衣川によれば、十分に身長した木の笠竹の宅の細胞溶石は、身長開始前の細胞溶石に比べて、 最大で35.9倍に増大すると報告されている。また、身長開姉妹のキヌガサタケの細胞内には、グリコーゲンが検出されるが、身長が進むにつれて減少し、代わって、還元糖が増えてくるという。彼は、グリコーゲンの分解による、細胞室内の溶質分子の増加が細胞室の浸透圧低下を妨げ、細胞の膨大を促進していると推定している。 中国では、古実体器部の壺除去し、さらに粘液化した基本体を洗い流して乾燥させ、スポンジ状のタクとレース状の金剛糖を食用にしている。関東料理や雲南料理でしばしば使われ、スープの具材としたり、中空のタクの内部に詰め物を入れ、蒸し物に用いたりする。食材として、古くから珍重されていることから、人工栽培の試みも、 盛んに検討されてきた。中国では、福建省、福安、県王、ネイ徳などで商業的な生産が行われており、粉砕した竹類の缶に絹笠竹の資金を摂取し、菌糸が十分に蔓延したのを見計らって、土、に滅菌で被覆するという栽培法を採用している。また、竹の小枝や、枯葉大豆の茎や、豆さや、トウモロコシの茎、 柳類の葉なども栽培用培地として使用できるという。日本でも、キヌガサタケの生理的特性や栽培条件に関する基礎的研究が行われている。タクの内部組織を分離源として用いた実験では、キヌガサタケの菌糸は15摂氏30度の範囲で、身長が認められ、摂氏25度前後で最もよく成長するという。 また、摂氏35度では伸長しないが、これを摂氏25度の温度条件下に戻すと再び伸び始めることから、成長は阻害されるが死滅することはないと推定されている。岐阜県郡上市のキノコメーカーである、はるかインターナショナルが、商用人口栽培に成功したことを発表。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。